マイク・ホワイト・ヘッドは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。オレゴン州、メドーフォード出身。エクストリーム・クートゥア所属。2005年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2にマット・ヒューズ率いる、チーム・ヒューズのヘビー級選手として参加。シーズン終盤のエリミネーション・バウトで、ラシャド・エヴァンスと対戦するも、判定負けし、トーナメントに進出することはできなかった。 体重をそれまでのヘビー級からライトヘビー級に落とし2006年2月4日の UFC57 で UFC に初参戦。キース・ジャーディンと対戦し0から3の判定負け。2006年11月2日、アイファルに初参戦。トゥーソン・スコーピオンズに所属し4連勝を記録した。2008年7月19日、アフリクション旗揚げ大会。 アフリクション、バンドーに参戦し、レナート・ババルに、判定負け。2009年6月6日、ストライクフォス初参戦となったストライクフォス、ローラー VS、シールズで、ケビン・ランデルマンと対戦し、判定勝ち。12月19日、ストライクフォス、エボリューションで、キングモーと対戦し、パウンドで小負け。ありがとうございます。